どうもまさしです。皆さん、スマブラ X というゲームを遊んだことはありますでしょうか？スマブラ X は2008年1月に Wii 用のゲームとして発売されていて、この作品からオンライン対戦が実装されて、オフ大会もオン大会も活発に行われていたんですが、実はかなりキャラバランスに偏りがあるゲームでした。永久コンボを持ったファイターや、一部ファイターの人権をなくさせたファイター、大会ルールによって曰くされたファイターなど、尖った性能を持つキャラがたくさんいました。そんないろいろすごかったスマブラ X のゲームバランス崩壊させたチートファイターを当時の競技者視点で4人ほど紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。まず1人目はピクミン&オリマーです。ピクミン&オリマーの呼び方は、だいたいピクオリっていう人とオリマーっていう人がおられますが、僕はオリマー派などでオリマー呼びで解説していきます。オリマーはスマブラ X から参戦したファイターなのですが、一番の特徴としてはゲーム中最強の玉キャラというものがあります。なんとこの時のオリマーはピクミンを6匹まで連れていくことができたので、単純に飛んでくるピクミンの数が尋常じゃないんですよね。どれだけピクミンを処理しても大量のピクミンが飛んでくるし、ピクミンが複数相手にくっついていても6匹もいれば手元にピクミンが余ってて本体も攻撃することができます。今よりもピクミンを投げて相手を動かす能力が高かったということですね。スマブラ SP でもオリマーの玉キャラとしての性能って結構高い方だと思うんですけど、それ以上に高性能って考えると強いのがわかります。またピクミン投げに加えてスマッシュ技の性能が高かったのも大きな強みだったと言えます。特に上スマはスマブラ SP よりも発生フレーム、全体フレームともに短かったので、大きな反撃を受けづらい性能をしていました。近距離戦のごまかしだったり投げ撃墜も持っていたので、撃墜圏内で比較的振りやすい技だったと言えます。オリマー側はピクミン投げでとにかく待ちの姿勢を徹底してダメージを稼ぎます。相手はリードを取られたら最後ピクミン6匹を処理しながらオリマーを追わないといけないので、相当苦しい展開を強いられていました。ただオリマーに関しては致命的な弱点もしっかりあって、復帰が極端に弱かったんですよね。当時のオリマーはワイヤー復帰をするファイターで、今のスマブラと違って相手が先に崖を掴んでるとワイヤーが崖に反応せず落ちていくので、メタナイト相手するときは本当に地獄でした。下 B のアーマーでごまかす選択肢もあるんですけど、持続が長かったり一生技こすってくるメタナイトには復帰も着地もできないのが悩みだった印象でしたね。続いて2体目はアイスクライマーです。このファイターも強キャラとして有名ですよね。スマブラ X は上位2名のキャラが抜けて強いと言われてるんですけど、そのうち1キャラがこのアイスクライマーなんですよね。アイクラがなぜこんなに強いのか、理由はすごく簡単で、投げから投げをつなげる投げ連続死コンボが全ファイターに対して可能だったんですよね。相手ファイターによって難易度の違いはあったんですけど、当時のプレイヤーはどのファイター相手にも安定させていた印象がありました。まあ、当時のプレイヤーって9割ぐらい警備さんのことなんですけど、ただアイクラって投げ連即死を持ってるだけだったらここまで評価は高くなかったと思うんですけど、実はこの投げ連に付随した強キャラたるゆえんがあります。それは当時の大会は拒否ステージ制のルールがなかったんですよね。後期の大会だと拒否ステージ制のルールが採用されていたと思うんですけど、拒否ステルールが採用されるまではステージ拒否ができなくて、アイクラに対して終点で戦わないといけないという苦しい戦いをしていた記憶があります。スマブラ SP でルイージやアイクラ、カズヤに対して終点を拒否できないって考えてもらえたら苦しさがわかるんじゃないかなって思います。加えてアイクラ使いの研究もめちゃくちゃ進んでいって、戦場とかの台上にいる相手に対して投げ連をするレシピなども見つかっていって、全然台上安全じゃないやんってことになりました。これらの理由でアイクラはメタナイトにも決して有利は取れないけど、対抗できるファイターにまで成り上がりました。発売当時は中堅もあるか怪しいくらいの評価だったので、本当に当時の使い手たちの研究の成果だなって印象ですね。はい、では次3体目のファイターを紹介するんですけど、このファイターだけ少し変わった理由でピックアップしました。そのファイターがキングデデデですね。デデデは今回紹介した他ファイターよりは明確に弱いです。キャラランクで言ってもよくて中堅上位くらいだと思います。足も遅いしオリマーほどの優秀な飛び道具も持ってないんですけど、実はこのデデデというファイターがかなり尖った性能をしています。それは一部下位ファイターに対して即死コンボ可能、かつ大半のファイターに対して 50% から 60% が確定する投げ連コンボが可能だったんですよね。上位ファイターには決して強くないけど、下位ファイターには積みレベルで勝利をもたらす存在だったんですよね。ちなみに即死投げ連対応キャラはこのファイターたちです。投げ連コンボ自体もそこまで難しくなくて、デデデ自体の性能も低いわけではないので、このデデデの存在が下位ファイターの人権を奪っていました。大会だと相手はデデデ使いじゃないのにマリオなど出そうとした時には相手のポケットからデデデが出てくるんですよね。そのレベルでデデデというファイターが下位ファイターの存在を奪っていました。
バランス崩壊ファイターという意味では他上位キャラよりもその役割を担っていたかなって思います。では最後4体目のファイターなんですけど、このファイターがスマブラ X 最強、いやスマブラ全作品中最強ファイターだと思ってます。メタナイトですね。もう何が強いのかって話ではないんですよね。全てが強いんですよね。現在のスマブラ SP と違ってちゃんと剣を持ってます。れっきとした武器を持ってるので剣キャラ特有の間合い管理と発生の速さを生かした戦い方ができます。さらに言うとこの頃のメタナイトって一部技以外に相殺判定がありません。どういう意味かというと、スマブラってお互いの技がぶつかった時に技と技が相殺されて両者ともにのけざるモーションを取るんですけど、メタナイトの技は相殺されない仕様になっている、プラス全キャラ中トップクラスのリーチを持っているので一方的に差し込むことができます。これだけでも十分強いと言えるんですけど、メタナイトの強さを支えているメタナイトといえばこの技というものがありまして、それが NB のマッハトルネードですね。先ほどメタナイトの攻撃には相殺判定がないって言ったと思うんですけど、実はこのマッハトルネードには相殺判定があってですね、この仕様が非常に悪さをしています。マッハトルネードはメタナイトの周りで竜巻の形をした攻撃判定をまとってある程度自由に動ける必殺技なんですけど、この竜巻の判定があまりにも大きすぎて攻撃してもメタナイトまで判定が届かないんですよね。曖昧な距離やリーチが短い技で攻撃すると全て竜巻の攻撃判定で相殺される、かつ竜巻は多段ヒット技なのでその後竜巻に巻き込まれてしまいます。メタナイト側は左右上下自由に動くことができるので、相手してる側は完全にメタナイト依存の間合いで差し合いをしないといけませんでした。竜巻に対する回答を持ってるファイターもごく一部だった気がします。他にも上 B のシャトルループにも無敵がついていて後隙がほぼなかったりとか、多段ジャンプ、滑空、必殺技が全て復帰に使えるなど、撃墜しない限り必ず復帰することが可能なので復帰阻止という概念が対メタナイトでは存在しなかったのも強みの一つでした。スマブラってステージ外へ相手を飛ばして UD 状況を作ってから復帰阻止や崖上がりの読み合いを制して倒しきるってのが基本のゲームメイクになってるはずなんですけど、メタナイトは復帰力、ファイター性能があまりにも高すぎてステージ外へ吹き飛ばしても崖を掴んでるメタナイトに手を出せないことが多々ありました。崖つかまりの無敵が当時は何回も付与できたので崖付近で空上を振ってるメタナイトに手を出せるファイターは間違いなくいませんでした。間違えて復帰阻止をすると上 B などに引っかかって崖メテオ、もしくは外側へ飛ばされて返り討ちに遭うのでリスクリターンが全く合ってないんですよね。そんな最強すぎるメタナイトに勝てるのって話なんですけど、実はファイターとは全然違うところで弱体化を受けていました。当時メタナイト含む一部ファイターの長時間崖にこもってチクチクダメージを稼ぐ戦法が問題になっていて、見栄えも悪いし大会進行も遅れるし、そもそもゲームになってないっていう状況が多発したんですよね。そこで大会ルールとして崖捕まり回数の制限が設けられました。大会によって制限回数も違いますが、1試合につき60回までとか、ステージ下の往復禁止などステージ外の行動に対して制限がかけられました。そうすることによって制限を超えた場合そのプレイヤーは負けになってしまうので、たとえメタナイトがステージ外でひたすら崖にこもろうとしてもいつか絶対崖を上がらないといけないというゲームになりました。そうでもしない限りメタナイトに勝つことは不可能だった。海外大会ではメタナイトが禁止ファイターにもなったことがあり、そのレベルでぶっ壊れていたファイターといえます。まだまだヤバい要素はいっぱいあるんですけど、代表的なヤバい要素は紹介したのでこの辺で割愛します。とにかくすごいファイターだったと伝えておきます。以上がゲームバランスを崩壊させたスマブラ X チート級ファイター4戦でした。こういう時代があったからこそ今のスマブラ SP という約束された神ゲーがあるんだと思います。実際ゲームバランスは良くなかったかもしれませんが、操作の自由度自体は今以上に高かったので当時は本当に楽しくて遊んでいました。もしスマブラ X で遊ぶ機会などあれば、今回紹介したファイターを使ってキャラパワーを感じてみてください。きっと楽しめると思います。このチャンネルではスマブラ SP 過去作の動画投稿配信を行っています。少しでも興味がある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。